はい、どうも、峰島です。原田栄光さんがですね、鴨頭義人の上司藤本隆弘について語っております。まあボスっていう人なんですけど、動画自体は概要欄の方貼っときますけれども、どんな話かっていうと、その当時、まあ原田さんが社長をやってた時に大分の責任者をやってたらしいんですよ。それで大分だけキャンペーンをやらなかったっていうことでテストらしいんですけど、それがただそのキャンペーンをやらなかったにもかかわらず、藤本さんは頑張って売り上げを伸ばして1位になったっていう話なんですけど、だから結構買って買ってることは買ってるんですよね。ただ現場レベルだっていう話はしてました。現場レベルで買ってますよって話なんですよ。今はまあ鴨頭義人が最初にやり始めたんですけども、クラファンでお金集めてっていうことやってますけども、なんかその歌を歌うのにクラファンやって、名古屋鴨頭ランドの移転費用とかをクラファンでも集めてるみたいな、そんなことやってるんですよね。もちろん有料ボランティアスタッフも募集してて、しかもそのディナーに行ったら1回50万とか、1泊2日で一緒にいたら100万ぐらい取ったりとか、めちゃめちゃ高い高額なお金を取ってたりとかしてるんですけども、多分その辺知らないのかなっていうのはあります。原田栄光さんも実はスーパー経営者育成塾っていうのをやってるんですよ。情報商材みたいな感じでやってるんですけど、まあこれ僕の知ってる情報商材の子さんの人がプロデュースしてるやつなんですよね。これ原田翔太ってやつなんですけど、そいつがプロデュースしてて、まあやってんのは僕知ってたんですけど、あえて取り上げなかったんですけど、今回原田栄光さんが出てきたんで名前出しますけどね。原田翔太ずっと情報商材やってる人間で、界隈の子さんですね。20歳ぐらいの時から彼は出版とかしてたんじゃないかな。もう30超えてると思うんですけど、原田栄光さんのスーパー経営者育成塾、これが料金が57万8000円なんですよ。これ6回通って57万8000円っていうことは、1回まあ10万いかないぐらいの値段設定なんですね。鴨頭の場合 2day っていう、この前セミナーを募集してましたけれども、たった2日で一番いい席は30万ぐらいするんですよ。そんなに良くない席でも20万ぐらいして、だから20万30万を2日でやっちゃうと、その原田栄光さん6回で60万ぐらい取りますけれども、まあ1回10万ぐらい。鴨頭のその2でビジネス実践塾みたいな、そのセミナーは単価としては同じぐらいなんですよね。だから2日で20万、いい席だと30万取ると、ちょっと上ちょっと高いぐらいの値段設定してるんですよ。原田栄光さんが言うには、あの藤本貴弘、鴨頭義人、2人とも現場レベルではいいって話なんで、サラリーマンとかが行くっていうんだったらいいんじゃないですかね。社長をやってた人なんで、原田栄光さんの場合は、まあ大きな会社の社長とかそういう経営者が行くんだったらそっちの方がいいんじゃないかなとか。でもこれもね、情報商材なんでどっちも分かんないです。本当に行ってみないと分かんない。どういう人が来て、どういう講義内容でどんなことを教えてもらえるのかっていうのは分かんないですね。僕はそういうところに行くメリットとして言うと、それを払える人が来るんで、その人脈は作れるよっていう話は僕結構この YouTube の動画でもするんですけども、まあそれもぶっちゃけ言うとブラックボックスなんですよね。行ってみないと分かんないっていうのがあるんで、今はね YouTube があるんで、そういうすごい経営者の話っていうのも YouTube で聞けますし、現場での原田さんが言うには、その2人は現場レベルがすごいって言ってますけども、ぶっちゃけその鴨頭とかの話だったら現場での実践術みたいなのは YouTube 見てればいいと思うんですよ。別に 20-30 万出してね、そこに行くって人は必要ないと思うんですよね。その3人見てて、結局はそういう情報商材、原田栄光さんもそういう情報商材やってるっていうことはまあ事実なんで、そこの情報商材みたいなのを買うかどうかっていうのは、原田さんも今 YouTube 出してるから、 YouTube よーく見ていくかどうかっていうのを判断した方がいいと思います。そんな感じで原田栄光さんが鴨頭義人の上司の藤本隆弘のことを動画で語っていたんで、その件についてお話ししてみました。まあ結局みんなでもビジネスやってると情報商材かみたいな。でも原田栄光さんとかぶっぶっちゃけいろいろ引退してあの年になって情報商材やっちゃうっていうのもなんかもったいないなっていうのはありますよね。やっちゃダメだっていうのもないんですけども、普通に考えてまあ60万でっていうのを考えるとやっぱ高いよなっていうのと、その60万払って経営者を目指すっていう人、これある程度会社をやってないと実績が出ないんじゃないかなと、ある程度の規模の会社をやってないと応用できないんじゃないかななんて僕は思うんですよ。なんか難しいよねっていうことで今回終わりたいと思います。原田栄光さんとかもいろいろ調べるとそういうことが出てきたりとかするんで、そういうのを取り上げつつ、また鴨頭義人関係の動画も出していきたいと思いますんで、見たい方はチャンネル登録お願いします。それじゃね。